演舞開演。どうも、本日はこちら神戸屋の安納芋フランスを食べたいと思います。あの安納芋は神戸屋のしっとりフランスパンに挟まっているんですね。これは楽しみです。おや、しっとりかと思ってたのに意外とずっしりといますね。中身はこんな感じです。お芋がもう見えますね。ではいただきます。お芋感本当にすごいです。クリームのお芋感は若干弱めですが、あんのお芋スイートポテト餡がそれを補って余りある主張をしてきて、あのあんのお芋の優しい甘さが口中にふわっと噛んだ瞬間に広がりました。パンはちょっと固めですが、それもまた食べ応えがあってよかったです。なのでこちらの点数とさせていただきます。よく考えてみたらフランスパンってそもそも硬いですしね。ではカツオだよ、7匹いるのに福は来ず。なんでカツオが7匹いると福が来るんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。